こんにちは、さゆりです。最近よくオーディオブックを聞いています。オーディオブックを聞きながらお皿洗いをしたりぼーっとしたり、あと歩いたりするのが好きです。オーディオブックを聞きながら歩くと本当にどこまでも歩けるような気がします。歩けるような気がするだけで多分1日1万歩ぐらい歩くと疲れちゃうんですけど、このオーディオブックを聞くようになってよく歩くようになりました。もちろん何も聞かずに自然の音を聞くのもいいんですけど、それだと結構すぐに疲れちゃうのでオーディオブックを聞きながら歩いています。私が使っているサービスはオーディブルです。数ヶ月前まではオーディブルのサービスは一冊いくらとか、もしくは1ヶ月に一冊読めるトークンをもらえる仕組みでした。でも今は聞き放題です。いくら聞いても定額料金です。いくら聞いても同じ料金です。もちろんその定額聞き放題の対象じゃない本もあります。個別にその本の金額を払うものもあります。でも基本的にオーディブルには何万冊もの本が聞き放題で聞けます。素晴らしい画期的な革命だと思います。私は読書が好きなんですけど、紙の本で読むのも好きです。でも紙の本だと途中で肩が疲れたり手がなんかしびれてきたりすることがあるので長く読めないんですね。でも耳だとずっとイヤフォンで聞けるのでよく使っています。私のポッドキャストを聞いてくれている人はほとんどが日本語を勉強中ですね。だから多分こういう考えがあると思うんです。いやまだ本物の日本語の本は読めないかもしれないとか、いやちょっと早すぎて聞き取れる自信がないとかあると思います。でも心配しないでください。 YouTube などと同じで読む速さを調節できます。私がそのオーディブルを使って感じたのは遅いですね。正直遅いと思いました。読むスピードが遅いので、私が心地いいと感じる速度は、1.5 以上の速さで、もっと早く聞きたい場合は2倍で聞きます。だから日本語を勉強していて私のポッドキャストが聞ける人はそのままの速度でオーディブルが聞けると思います。日本語学習者用のコンテンツを聞くのもいいと思うんですけど、このポッドキャストを聞いている皆さんだったら絶対に聞けると思います。日本語学習者向けのポッドキャストにちょっと飽きてきたとか、もっと挑戦したいっていう人はオーディオブックを試してみるといいと思います。聞いてみて、あ、これはポッドキャストよりもいいなと思った点は、喋る人が声優さんなんですね。だから上手です。シンプルに言うと私なんかよりも全然はっきり喋るし、その感情ですね、声の抑揚もあってとても聞きやすいです。だからぜひ試してみてほしいです。私のポッドキャストも聞いてくれたら嬉しいです。どんなジャンルがおすすめかというと、個人的に小説は結構難しいなと思いました。いろいろ今聞いているんですけど、いろいろな登場人物が出てくるから覚えなきゃいけないし、あとその状況を文字でもしくは音声で表現しているので深い理解が必要になってくると思います。だから私のおすすめは言語関係なく自分の興味のあることを聞くのがおすすめです。最近私が聞いたのは、
膝専門の外科医さんが書いた本ですね。膝っていうのは足の2ですね。私は走ったりハイキングをすることが多いので、この足の膝を使うことが多いんですね。で、時々痛くなるんです。で、今は大丈夫なんですけど、これから年を取って膝がもっと悪くなるのがちょっと怖かったので、この膝専門医の人の本を読みました。もうずっと膝について話しています。膝や体や健康、ライフスタイルについてのことを中心に話すので、その語彙が増えると思います。はい、あと膝だけじゃなくて行動経済学とか哲学とか、そういったやっぱり自分の興味のある分野を探すのがいいと思います。で、まあ日本語以外に興味がないわっていう人はどうしたらいいんだろうね。やっぱそういう人はエッセイとかいいかもしれないですね。エッセイはその人の人生とか考え方とか日常のことがよく出てくるので、自分の感覚や状況や、環境と近い人が書いたエッセイだと共感できるので、そのエッセイに入り込むことができると思います。日本語以外に興味がない人はそうですね、エッセイとかおすすめですね。はじめは分からなくてもいいです。で、私も何か他のことをしているときは分かってないです。内容をちゃんと理解してないです。自分が聞いているときにクスッと笑えたり、あ、これ勉強になったって思えたり、共感できて、あ、分かるって思う体験が学習につながると思っています。いろいろオーディオブックのことを紹介したんですけど、もちろん私のポッドキャストも聞いてくれたら嬉しいです。時々役に立つ情報を発信します。頑張ります。はい、じゃあ今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまたね、バイバイ。お知らせです。私の YouTube チャンネルで日本語のトランスクリプトや字幕を見ている方にお願いがあります。今回のポッドキャストはまだ YouTube の動画になっていません。理由を率直に言います。ポッドキャストの動画を作る時間とお金がありません。でもこれからもこの活動を続けていきたいです。もし金銭的に応援してもいいよっていう方はドネーションをお願いします。コーヒーというドネーションのサイトを概要欄ディスクリプションに書いておくので、ぜひ見てみてください。皆さんにサポートしてもらった資金でウェブサイトを作りたいと思っています。そのサイトでトランスクリプトが見えるようにします。これからもこの整理セーイングのポッドキャストを続けたいです。応援よろしくお願いします。ご意見やご感想があればお気軽にメッセージください。よろしくお願いします。はい、それではどうぞ。